怖っ、ちょっと怖い怖い怖い、ちょっと怖い怖い怖い、何してんのゆうかちゃん、ちょっとちょっと怖い怖い、ゆうかちゃんの目もめっちゃ怖いね、岡田さん、いや岡田さんだよね、合鍵あるから、そうそう、じゃああかんよ、合鍵あるって聞いたから、ゆうかちゃんやからいいね、入ってきたらあかんよ、ゆうかちゃんやからいい、友達やから、怖い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 、ほんまにめっちゃ怖かったけど、こっから見たとき今、ゆうかちゃんが一番怖いからな、岡田さんよりも、いや、ゆうかちゃんは怖ないよ、うん、そう、じゃ怖いって、何してるんですか、その、合鍵持ってるって聞いたんで、うん、ちょっと一緒に行こうやみたいな、もう、返してもらっていい、そんなことになるのならば、いやいや返さない、返さない、もう一個、岡田の分も作ろうとしてるんで、うん、やめて、複製せんといて、このスペアで、ま、スペアを複製したら一番あかんから、ちょっと入れてください、立ち話もなんなんで、いや、こっちが言うやつじゃない、それ立ち話もなんなんで、こっちが言うとしたらこっちが言うやつ、入れてください、そっちは言わず使わねえけど、はい、すいません、あ、ちょっとじゃあ座りますか、なんでなんですどうやって育ったのだから奈良県出身で、経歴聞いてないマミガオカ第一幼稚園ですね、マミガオカ第一小学校附属幼稚園、どうやって育ったの一言でその量言う人おらへんほんまですか、なんちょっとあ、それでも全然、何しに来たの、ほんまに。ちょっとね、はい、遊ぼうかなと思って。そうですね。うん。ちょっとじゃあ。私がここなんや。どうぞ、全然座っていただいて。どっちが今。どっちがどっちを迎えてるの、はい、ゆうかさんとは、こう、長い付き合い。うん、もう13年くらい、12、3年。あ、13年。はい、ずっと親友です、12、3年。わー、すごい。いや、でもほんまに。ありがとうございます、入れていただいて、いや、勝手に入ってきたよ入れるか、選択する瞬間ったら断ってたよ、あ、ほんまですか、選択する余地もなかったから、あ、それはちょっとほんま申し訳ないです、いや、顔だけずるいって顔だけ申し訳ない顔する、申し訳ない顔、うまいの、気をつけましょう、ちょっと話というか、すいません、ちょっとワーキャーして遊ぼうと、それも嫌やったけどね、急に入ってこられてみんなでワーキャン、でも今日はなんかそういった感じじゃなくて、うん、ゆうかさんの感じも見てもらったら分かると思うし、うん、かしこまってる、そうそうそう、ちょっと僕も真剣な話というか、うん、いいですか、ビジネスね、話してビジネスでしょ、今日はってか今日もでしょほんまに降りって話がありまして、うん、ビジネスもうええって芝くぞ家まで来るな、なんでいつ結託したの一回確かにライブ読んだけど二人とも別々でね、うん、あ同じライブに来ていただいて、あの時繋がった二人は、うん、あ、そうなんですよ、やめて、結婚本当ですか、いや、そんくらい声揃ってたけど今ビジネスをちょっと考えました、いやダメよ、つぼみ大革命ついに入れちゃった、お兄ちゃんでも無理やったんで、なんか逆にそう身内やと照れるというか、うん、なんか反抗してまうみたいなところあると思うんで、うん、親友やったらさすがにないかなと思って、うん、ちょっといいビジネス全部良かったんですけど、福田さんがなんか一歩こう乗り気じゃないというか、もう一歩どころではないですけどね、うどんとかね、うどん ねあれ選ばなかったんで、いや、私らもずっとスケジュール開けてて、なんでやねん、いつでも動けるように急にしてたから、なんでやねん、こういうの説明しとかんでいける、ほんでびっくりしてるで一言でこんな声やったから初めて喋った、低めではあるけど、低めではあるけど、これはのどかれてるとかじゃない、うん、これがデフォルトです、デフォの声、はい、うん、携帯電話ってあります、スマホありますよ、ちょっと貸していただいていいですか、どんな感じ、いやけど、はい、あ、いいわ、何がすごいね、いいですね、この形はいい、いや、これは良くて、風船をね、たくさん用意させていただきまして、はいはいはい、膨らむ前の風船ですよね、はい、それをここにかぶせます、ん、はい、まあ、その風船はいわゆる丸い形じゃないんですよ、この形、このスマホ型の四角い、はい、四角い感じの風船があるんですけど、それをかぶせます、うん、ここで会話してもらいます、終わりました、うん、切ります風船取ります、それを福田さんが膨らまします、ん、そうすると、うん、この形まんま大きくなったら、
抱き枕みたいな形になるんですよ。そんな大きくするの？そう。だから福田さんの唾のついた抱き枕が完成する。気持ち悪っ。え？どんどん入り組んできてないの？福田さんの唾とか耳のこの肌みたいなのが、なんか油みたいな。ああ、そうそうそう。あ、乗ってますね。乗ってるんちゃう？今日乗ってますね。違うんです。ね。全然今までと違います、ね。全然違う。承諾してるんじゃない？感触がすごい。手応えがすごい。すごいすごい。手応えない。手応えマジで。今までにない抱き枕。抱き枕ってあったじゃないですか。アイドル抱き枕。はいはいはい。じゃなくてもう肌とかが触れてるっていう。ごめんなさい。ほんまに需要ないです。マジで。いやいや、またヒゲして、ヒゲしてお前をヒゲしてすごいヒゲして、お前をけなしまくってんの。ほいで、これ会話してるっていうので、もうその思い出に残ってるっていう、消費者の、消費者と会話してる、消費者と会話した、そのそれで油とか肌とか触れた抱き枕があって、さらにちょっと腹立つな。まあないで、そのプレゼン全然。さらにですね、今回ここに QR コードを付けさせていただきます。QR コード。はい。で、その QR コード読み込むと、メタバース上で福田さんが現れます。いや、もうミノワさんから学んだことすぐ応用してる。ミノワさんが悪い影響を及ぼしてる。いや、これはでもほんまに素晴らしいですね。いいですね。ね、人って思い出に。誰やねん。誰やねん。人ってほんまに思い出に。物より思い出だったけど、なんでそっち側なの？こっち側やん。嫌じゃない？自分がさ、風船ここ会話してそれだけ枕にされるってなったら。いいですよね。なんでなんでいい？どうするの？それ吉本がじゃあ売りましょうってなった。私は需要そんなないかもしれんけど、まきちゃんはめっちゃ需要ある。逆やろ。絶対逆やろ。みんな欲しいから。いや、ゆうかちゃんの方が需要あるやん、絶対。いや、ゆうかちゃんも需要あるけど、でもまきさんね、ちょっと自信ないとかあるんですよ。そう、違う違う。あんまりその客観視自分のことできんから、できんからな。下に見積もりすぎ、自分らも私を客観視できてないね。いや、下に見積もりすぎてるから。だからメタバース上に福田さんが現れるんですよ。抱き枕自体はもう何も絵柄とか書いてないです、正直。ただの白いこう抱き枕です、に唾液と指紋がついてます。でも QR コードを読み込むことによって福田さんが現れて、そのメタバース上には何があるんですか、その空間には。あ、乗ってますね。乗って乗ってはない。いい質問、これはすごくいい質問、うん、なんで今日2人でわざわざここまで来たかというと、うん、メタバース上用の写真をちょっと撮らさせていただこうかなと思いまして。いやいや、いや、私の写真、私のスマホで、あ、後で送っていただいて、なんでそこまでしてなかったの。いや、僕の携帯がちょっと対応してないというか、iPhone、初代の iPhone です。変えた方がええって、それ。逆にめっちゃ新しく見えるから、これ。もうさ、古すぎて常にコードつけたら駆動制御になってる。そうです、マチュケースディーチーズ気持ち悪い。何がなんすか、マチュケースディーチーズ。ええやないか、気持ち悪すぎる。いや、いいでしょ、 SDGs。 地球のことも大事にしてるから、うん、スマホも大事。もちろんそれは福田さんのこと大事にしてます。国連の人もここはしてないと思う。これでちょっと360度、あ、すごい、ベッド。え？そう、ベッド。ちょ、って言ってる。いい質問ですね。人のリアクションのバリエーション分かってる？そんな方法があったの？違う違う違う、眉間にシワ寄ってたから。ちょっと分からんな、寄ってたのかな。でも撮らせてください。え？ありがとうございます。違う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 、え、いいのじゃないのよ。え、いいのの絵に聞こえてる？聞こえてます。でもこれを撮ることによってね、はい、メタバース上にベッドが出現します。で、まあ、あれは初期アバターみたいな感じでベースで、あの布団が、あ、そうです、そうです。そこをこうアレンジしたり、メタバース上でアイテム買ったりして、こう枕とか服着せ替えたり、うん、さん需要ないけどな、私の服着せ替えは。いや、でもそれがみんな考え出すんですよ、福田さんの服をいろいろ変えるっていう。人がどんどん増えていく、この地球上で。ゆうかちゃんでやった方がいいんじゃない。あ、それはもちろん OK もらいましたから。OK したん。はい、もう進んでます。OK した。そっちは進んでるんですよ。つぼみ大革命全体でも進んでます。やめて、大革命。いよいよつぼみ大革命に手出し始めた。大革命起きそうです。危ないで、だってこいつに関わったら銭湯のお湯みんなでかけさせられたりとか、うどん素足で踏まさせられたりとかしようとしててんで、つぼみ大学今やってたら、それを
あの時にやってたら、うん、そう状況変わってましたよ、ね、だいぶ変わってない、変わってないわ、逃してるよ、そう逃したほんま、ほんまだから少年場なんで、少年場ドゥーダなんで今、つぼみの最近の歌完全に少年場ドゥーダ、なんやねんほんでドゥーダドゥーダです、ドゥーダの説明だけしてくれドゥーダドゥーダ、そろそろ次の展開とかも考えてたんですけどね、ポップアップでもちろん紹介してもらって早いな私の仕事をチェックするのが3時間ね、はい、だからやっぱスポンサーさんも困るやろし、なろうかなと思ってます、はい、うん、スポンサーはい、で紹介していただこうかなと、自ら、福田さん、自ら福田木枕、自ら何福田木枕自ら福田木枕福田木枕ネーミングめっちゃダサいから、福田木枕ね、福田木枕もダサいから、うん、何なんすか、え何なん、え、じゃあ無理無理やって言う無理やって無理ってことずっと無理やってて言うてるだけです、あ言ってるちゃうよちゃうよ言ってるだけ、親友やから分かりますみたいな顔してる、全然分かってない、あと一押し欲しいだけ、あと一押し違う、いやほんまに違うけどめっちゃ売れます、いやちょっとまあ見えてないんですよね、まだ全然、あメタバース上にあるからね、え、そういう意味じゃ可視化できてないとかそうじゃなくてQR コンド読み取ろう、 QR コード、ね、QR コンド読み込んで、コンドームはしないでください、言うてないわひわいな、あやねひわいですよ、言うてないの、ちょっと NG ね、それは29やろ、29やろ、何がコンドーム NG、 やめてください、だいぶ売れます、売れへんって売れるって、いや売れへんって売れるって売れへん言ってんだから、いやねんエロや、いや何でもお前が息子みたいになってるんですよ、寝てよお母さんにそんなタイプなんかね、寝てよ寝てよ、捨てんねんこれ全部ゲームばっかりしてんやったら、寝てよなああんた DS ばっかりしてこれお風呂沈めようかほなこの DS、 寝てよなああれって言ってみてちゃんと言うやるって言ってるやけそういうタイプそういうタイプの息子やったんかい、私のクラスにもこいつおってんけどな、って言ってるくせにな、言ってきてなあんたが悪いんやろなあ謝りなさい、ごめんなさいわ、ごめんなさいって言いなさい、なさいなんて聞こえへん、聞こえへん、はい、え、お願いします、言って言ってるごめんなさいって言ってるあ、そういうタイプやってる自分無理やんな、ほんまに無理、無理です、じゃあなんで読んだの、来たん勝手に来たん、なんで2人読んだ、いや、ちょ、私 3P したいやつみたいななあ意味分かれへんやつ、 3P しようと思って2人呼んでやらんでとかで、やらないちょ、やれ、やらんって言ってるやんもんやる、やらんって言ってるやんもん、またちょっとでも、ほんまにそうですね、いや、もうちょっととりあえず鍵だけ、鍵だけ、私ちょっと、おかしいおかしい逆逆、鍵だけ返しといてください、鍵だけちょっといや、あかんって管理人さんに言っとくから、ありがとうございます、違う違うえ、ポジティブやな、3つ作りますって言ってください、違う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 、返してもらっていいですか、鍵、怖い怖い、めっちゃ怖い目してる、あ、えちょいいつまで息子やねんお前すごいあるやないの、ここに飲んでないでしょ、返しなさい、エロや、寝てよ、返しなさい、あんた寝てよ、しょうもないことばっかしやって寝てや、あやまりさ、ほんならなんて、あやまりてないちゃうでしょ、ごめんね、ごめんなさい、聞こえへん、なんて大
きい声で言いなさい。バレなさいよ。言ってる。帰りなさいもう。